浜松八幡宮です。兵さん、このお宮なんですけども、はい、参道がずっと伸びてるんですよね、この奥に拝殿本殿があるんですが、はい、こちらの道とこの参道ってどういう関係にあります？斜めになってる、わかります？あ、直角ではなくてなんか斜めに振っている。確かに斜めですね。これ事情があるんですよ。こちらご覧いただくと、はいはい、浜松城の絵図になるんですけども、お城はここですね。お城ここですね。で、八幡宮がここなんですけども、はい、どうでしょう、この辺りの町ってなんか浜松城のこの北を向く区画と違うっていうのは分かります？少しやっぱ斜めになってますよね、はい、斜めになっている区画、これ実は、はい、徳川家康が浜松に入ってくるよりも前の時代、古い時代の浜松の都市の名残なんです。そうなんですね、はい、菊間宿っていうふうに言うんですけども、菊間宿の一番北端にこの八幡宮があるという、まあ、この古い時代、鎌倉時代とか室町時代の都市設計の痕跡を見ることができる貴重なエリアなんですね。いよいよ見えてきましたね。はい、見えてきました。拝殿本殿が見えました。はい、八幡と言ったら、うん、源氏の守り神、はい、徳川家康も厚く信仰していたところですから、早速もう少し中に入っていきましょう。はい、廣野さん、今、はい、我々は、はい、拝殿の向かって右側にある大きな木、はい、クスノキなんですけども、はい、クスノキ目の前にいますけども、いかがですか、このクスノキ。どっしりと、はい、いますね。はい、でこのクスノキですけども、はい、根元を見ると何かちょっと特徴がありませんか？二手に分かれて下にウロというかね、はい、空間がありますね。はい、あります、徳川家康が味方の戦いで、はい、まあ、大負けして、敗走するときにですね、このウロに隠れた、そんな伝承があるんですね。でそして、再起を図って今後どうしようというふうに思案していたところ、ここから縁起のいい雲が立ち並び、そして武田方にどう対抗しようかっていう思いが巡った、そんな伝説が残っているんですね。そしてそういった伝説からこのクスノキを雲立ちのクスというふうに言われているんですね。徳川家康の敗走の話や伝説にしても、ここ八幡宮は源氏の守り神ですから、はい、家康が戦いをするときに戦勝祈願していたっていうふうに考えて全然問題ないと思うんですね。で、その後もですね、徳川家から厚い庇護を受けて家紋が逸田堀ありますね。見えます。はい、徳川ゆかりのですね、お宮だということが分かります。そもそもこちらの八幡宮ですけども、はい、浜松城から見ると北東方向、昔の方位の言い方で言うとねえ牛虎の方向ですね、はい、牛虎と言ったら鬼ですよ。鬼ってほら牛の角と、はい、虎のパンツを履いているんですよね、はい、そういった邪悪なものが入ってくる方向に守り神として置いている、そういった方位の意味というものもある場所なんですね。参道をゆっくりと進みながら戦勝祈願に、ここ浜松八幡宮、ぜひ皆さんも訪れてみてください。